皆さんこんにちは。僕もね、たまにエゴサするんですよ。直樹マンってね、ツイッターで検索して。そしたら、毎回出てくるある文があって、それが、みんなも試してみてほしいんですけど、それが、直樹マンの都市伝説見出したら、ついつい見ちゃって寝れないみたいな。なんか、要は、その出会い系の桜みたいな、そのボットのアカウントみたいなのが呟いてる、定型文みたいなのがあって、それが、先ほど言ったやつなんですね。なんか、直樹マンっていうコンテンツが、出会いのツールになってるんですよね。これ、毎回マジめちゃくちゃ出てくるんですよ。若妻みたいな、あるいは、なんかちょっとエロい姉さんたちがね毎回つぶやいてるんですけど、前にもフレンチファンカートさんだっけな、で僕の本の紹介でなんか出会い系に使える都市伝説みたいな感じで僕の動画を紹介してて、都市伝説っていつの間にか出会いのツールになったんですかね。はい、で今日の動画ではですね、メディアの役割ってみんな何だと思いますか？真実をそのまま伝えることなのか、あるいはねみんなの荒探しをすることなのか、あるいはなんかね印象操作をするためのツールなのか。で今現在この社会のあり方ですけど、なんか SNS がしていったらどんどん荒らす猫ちゃんが今ちょっとね後ろで運動会繰り広げてますけど、まあそれは置いといて、そして今の社会ほんと生きづらいですよね。少しでもなんか変なことがあったら探しをしたり、一緒にね頑張っている友達だと思っていたら途中なんか裏切られたりとか、一人ミスを犯したら誰がその責任を負うのかとか、なんかねみんなでね一緒切磋琢磨して人類成長に向けてね頑張っていったらいいような気もするんだけど、必ずしもそうはいかなく叩かれてしまう社会。今日はねそんな動画になっています。37兆から60兆個の細胞から作られている僕たちの体、日々古い細胞が新しい細胞へと入れ替わっています。しかし人間は年を取るごとに新しい細胞を生み出す役割を持った幹細胞の数が減少していくんですね。生まれた時の幹細胞の数は約60億個だとされていますが、なんと成人になる頃には約10億個に減り、さらに40歳になる頃には約3億個まで減ると言われているんです。これは人体に何かしらの問題が起きた時に幹細胞が分裂して問題箇所を修復していくからなんですけど、子供の頃は怪我をしても治りが早かったんですけど、もうみそじになってくるとあざとか傷がなかなか治らんのよね。心の傷はすぐ治るけど、このように幹細胞がどんどん減っていくと新しい細胞の生成に間に合わなくなり、体にねどんどん異変が起き始めていくんですね。美容業界でも今まさにね幹細胞の成分が取り入れられている美容法などがどんどん開発されていて、肌の張り、シミ、シワなどの改善に欠かせないとされているんです。ということはその幹細胞が減らなければ僕たちの体はねいつも若く美しく健康でいられるのか、あるいはその幹細胞が減ったらそれを補う何かがあればいいと思いませんか？実はさっきも話した美容業界での幹細胞活用はそもそも医療業界での再生医療の研究あってのことなんです。現代の医療ではこの幹細胞をうまく活用することが病気を感知できる、改善できる、予防できるとね注目されているんです。その注目されている幹細胞にも実は様々な種類があって、代表的なのが ES 細胞。これは万能細胞とも言われ、この ES 細胞があれば皮膚の細胞から臓器を形成している細胞まで様々な細胞に変化させることが可能とされています。ただこの ES 細胞は受精卵を壊し、すでに形成が始まろうとしていた初期の細胞から摂取しなければならないので、実用化するってなると倫理的な問題でなかなか難しいところがあるんですね。もちろん ES 細胞だけではなく iPS 細胞、肝葉系幹細胞 MSC なども幹細胞の研究で注目されているんですけど、 iPS 細胞に関しては効果が期待されていましたが、遺伝子操作を用いて生成される iPS 細胞の研究は実験を進めていく中で眼科リスクをクリアできないといったことから研究予算が打ち切られたんです。逆に MSC を使った治療は一般的に最も有効だとされていて、量を増やしてから体内に戻すことで体内の幹細胞の数を増やすことができ、様々な体の問題が改善するとされているんです。ただ日本では自分の治療に使う肝葉系幹細胞は自分の体から抽出しなきゃいけないという法律が存在しているんですね。一方海外ではそんなことなくね、人の体から抽出したものを使えるそうなんですけど、さらに言えば高齢の肝葉系幹細胞を使うより若い人間の肝葉系幹細胞を使う方が治療効果が高いという結果も出ているんです。けどそれだと体内から肝葉系幹細胞を抽出するといった負担が若い人たちばかりに集中してしまいます。子供たちが拷問されるといったディストピアが想像できる。もし負担なく形成された後の細胞が初期化できたら、この夢のようなね技術は再生医療にとって世紀の大発見のはずです。2014年1月30日号の科学誌ネイチャーに驚きの記事が掲載され大きな話題になりました。それがス
スタップ細胞に関する論文の発表。スタップ細胞の実験において主に生後1週間のマウスの脾臓からリンパ球の細胞群を取り出し、弱酸性の液体につけ T 細胞にストレスを与えることで、オクト4陽性細胞という多能性細胞の必要条件の一つとなる細胞へと変化し、その後タンパク質を含む培養液で1週間培養するとスタップ細胞が生成されるという発表でした。生成されたスタップ細胞をマウスへ移植するとテラトーマという良性腫瘍が形成されました。これは簡単に説明すると、何もないところに細胞を入れたらね、ある一定の組織が形成されたということなんですね。他にも細胞の行方が判別できるようにスタップ細胞を緑色に光るようにし、ネズミの肺、いわば赤ちゃんが育つところへ移植すると全身が緑色に光るキメラマウスが誕生したんです。もしもスタップ細胞が万能な多能性幹細胞でなかった場合は、一箇所や特定の組織が緑色に光るはずですが、このキメラマウスの結果はスタップ細胞が完全に多能性幹細胞の役割を果たしているということを証明したんです。要は木製の船を分解して、その分解した素材から様々なものが作れるようになったみたいな感じですかね。この研究の結果、体細胞を初期化することで得られる全ての生体組織と胎盤組織に分化できる多能性を持った細胞をスタップ細胞、スタップ細胞に増殖能を持たせたものをスタップ幹細胞、胎盤へ寄与できるものを F1 幹細胞と名付けました。このように分裂化した後の T 細胞を簡単な操作で多能性幹細胞へと戻せるといったスタップ細胞生成の手法は、倫理問題のある ES 細胞や眼科リスクのある iPS 細胞に比べ、いろんな角度から見てもメリットがあると大注目されたんですね。本当世紀の大発見ですよ。今後のね、再生医療の希望となった。このスタップ細胞研究の中で T 細胞からオクト4陽性細胞への変化と培養を担当したのが小保方氏、スタップ細胞のマウスへの実験を行ったのが和歌山教授とされていました。2014年1月30日のネイチャーへの論文の記載が決定したことで、1日前の29日に理化学研究所再生科学総合研究センターよりスタップ細胞生成成功との発表がニュースになりました。小保方氏は2006年3月早稲田大学理工学部応用科学科を卒業後、早稲田大学大学院に進学し、東京女子医科学先端生命医科学センターにて再生医療の研究を開始します。その後、当時指導を受けていた大和正俊教授からの紹介でハーバード大学のチャールズ・バカンティ研究室に留学。細胞にストレスを与えることで細胞を初期化し多能性を持たせるという仮説を検証する研究が始まりました。2011年4月ハーバードから帰国した小保方さんは、理研 CDB ゲノムリプログラミング研究チームの和歌山照彦研究室に客員研究員として在籍することになり、そこで細胞に与える様々な刺激条件を試した結果、弱酸性を用いた処理が効果的であると発見するんです。和歌山教授は、最初はできるはずがないと思ったが、ありえないことを試すのは自分も好きだったので手伝ったと語っています。同年11月には小保方さんが作成したスタップ細胞を使って和歌山市指導のもとキメラマウスを誕生させることに成功。2012年4月研究実験の成果の論文を小保方氏、和歌山市、バカンティ氏らが作成しネイチャーに投稿したんですけど、不採用となります。同年6月にはセルに、さらには8月にはサイエンスに投稿するも、やはり不採用。2012年12月には小保方氏が理研 CDB のユニットリーダーに内定。当時 CDB 副センター長を務めていた笹井氏、また丹羽仁志プロジェクトリーダーも論文のアドバイス作成に参加し、そして小保方氏を筆頭著者とする論文がネイチャーに再び投稿され、ついに2013年12月論文2本が受理されることとなったんです。当時京都大学の山中教授が発表しノーベル賞を獲得した iPS 細胞の複雑な遺伝子操作による多能性細胞の生成に対し、3処理だけで T 細胞を多能性細胞に初期化する簡易さが生物学の常識を覆す大発見とされ、衝撃を与えたんです。さらにね、その世紀の大発見をしたのが、その若い女性の研究員だということで、理系上の星ノーベル賞級の発見ということで、すごい注目がね、小保方さんに行きましたよね。皆さんも覚えてると思いますけど。そして理化学研究所はここぞとばかりに小保方氏をメディアに露出させ、取材時に披露されたのは小保方氏の趣味とされるムーミーのグッズが置かれたピンク色と黄色のカラフルな壁の研究室、作業時には堅苦しい白衣ではなく祖母からもらったという割烹着を身につけている姿が放送されました。まあ理研はこのようにしてね、小保方さんのキャラクターを確立させて、その他の企業から協賛とか資金調達をねさせてもらうことが目的だったのかもしれないですよね。わからないですけど。しかしここ
ここで事態は思わぬ方向へと進んでいったんです。報道からわずか2週間でスタップ論文やおぼかたしの博士論文においてさまざまな緊急不正が浮上してきたんです。スタップ論文の中で用いられた実験画像が全く別の博士論文にて使用されていることが発覚。他にも画像改ざんの指摘や過去の論文においても他の文献からのコピペが数多く使われていることも発覚してしまい、この指摘を受けて理研や早稲田大学、またねネイチャー氏もね調査に進んだんですね。2014年4月1日、理化学研究所の調査委員会から不正があったという結論が出され、野依良治理事長による記者会見にて論文の取り下げを勧告するとの発表がありました。しかし小岡田氏は不服申し立てのために弁護団を代理人に選任し、4月9日に釈明会見を行います。この記者会見で有名になったスタップ細胞はあります、200回以上作成に成功していますと断言するんですけど、その後世間やメディアから小岡田氏に対する批判的な、ね、発言が目立つようになっていきましたよね。6月には論文の内容に再現性がないこと、盗用や改ざんなどの不正が見つかったこと、サンプルや公開遺伝子データの遺伝子解析が論文と矛盾したことなどから論文撤回に追い込まれ、このことは海外でも多く報道されることとなります。この過去の博士号の論文の件について、小岡氏は完成前の草稿の論文が間違って製本されたものだと弁明したんです。要は下書きだったものが間違って発表されたと言われているんですね。まあ世間からしたらそんなのただの言い訳だと思いますよね。下書きがね発表されるわけないと。ただ学会はこれを認めたんですね。7月17日に早稲田大学の調査委員会が発表した報告書にて、委員会は小岡氏の主張を真実と認定し、製本された論文は論文の形式上の不備と多くの問題箇所が認められたと認定しました。しかも大学の審査体制の不備で一旦授与してしまった以上は、大学で定められている取り消し規定に該当しない限り取り消しはできないとの結論。小岡氏の学位は取り消さないという結論が出たんですね。しかし早稲田大学はこれを認めず、結局博士号は取り消されます。結局かいな。なんか僕たちからしたらその論文の不正って結構大問題なような気がしますよね。ただ生命科学からしたら割とあるようなことらしく、例えば東京大学科学研究行動規範委員会の調査によれば、元東京大学分子細胞生物環境群パーチュンカープンガジガ教授の加藤茂明氏の論文には33問の論文で110箇所の捏造や改ざんがあったと認定されています。この不正行為を行ったのは主にこれら4名と認定され、他にも合わせて計11名の人間が論文の画像の捏造不正に関わったとされているんです。この加藤茂明氏の論文における研究などにかかった研究費は約15億円になると言われているんですけど、なんとこの加藤茂明氏の論文不正の調査報告は偶然にもスタップ細胞の論文の不正調査報告の日にちと同じ日なんですね。なのでスタップ細胞があまりにも注目いったため、こちらはあまり注目がいかなかったんです。そんな中、2014年6月18日に2チャンネルに投稿されたある怪文書がありました。おぼかたが引っ越しのどさくさに和歌山県のところから盗んだ細胞が箱ごと発見されたことも公表しろよ。庭の TS もたくさん出てきただろう。あいつはもうおぼかたさんを励ましてあげようなんて言ってるんじゃねえよ。お前監視役として検証チームを組織したんじゃなかったのか。陰でこそこそ再現実験させてどうするつもりだ。また手品か。おぼかた、地獄の底はまだまだ深いぜ。他にもおぼかたさんがどのように媚び売ったのかとか、おぼかたさんを援護するおじさんたちがいて、そのおじさんたちがおぼかたさんを利権に残そうとしているとか、そういったものをバラしたいといった投稿の内容だったんですね。この書き込みについては利権内部の人間が投稿したものである可能性が高く、おぼかた氏の実験ノート、実験の写真、メールなどがマスコミに流れていたのはこういった内部の人間がリークしていた可能性があるんです。ただこのようなネットにあった本当かも嘘かもわからない情報をメディアは真実かのように取り上げ、スタップ細胞があったのかどうかというところから、全てのメディアがスタップ細胞は絶対に捏造だっていう確証を探す動きへと変化していったんです。多くの学者から世界三大不正の一つ、スタップ細胞は今やネッシーみたいなものといった批判的な発言が相次ぎ、7月23日には NHK の取材班に追いかけ回されたと小岡氏が NHK を訴えていたことを発覚し、その直後に放送された NHK スペシャル調査報告スタップ細胞不正の真相に対しても、小岡氏は偏った内容だ、集団リンチの先頭を切っていると批判。後に名誉毀損の人権侵害が認められる放送倫理上の問題があったとして、放送倫理番組向上機構から勧告を受けることとなります。その後小岡氏は理化学研究所を退職、
研究所の調査は終了し、この一連の事件は幕を閉めることとなります。ちょっとね、詳しくその一連の流れをね紹介してきましたけど、ここまで聞いたら正直みんなどっちかわからないでしょう。スタープ細胞が本当にやったのか、あるいはそのメディアの力によってね、ねじ伏せられてしまったのか、どっちかわかんないよね。そのスタープ細胞が本当にあったのか、そのスタープ細胞の再現が実現できなかったことについて、当初おぼかたちと一緒に研究を行っていた和歌山教授は、スタープ論文の成果が認められるには時間がかかるという見解をしていました。この理由としては、過去にクローンマウス作成成功を発表した際、実験の証明やその成果がネイチャー氏に認められるまでに時間がかかったという自身の経験があったからなんです。ただ論文の不正が見つかり、和歌山教授はすぐにその論文の撤回を呼びかけ、研究所に保存してあったスタップ幹細胞株の遺伝子解析を第三者機構に依頼します。そもそも研究の経緯として、和歌山研究室から提供を受けたマウスを使ってできたとされるおぼかた氏のスタップ細胞を使って、和歌山教授が培養しスタップ幹細胞を作成し、さらにそれを元に万能性のあるキメラマウスを作ったという流れでした。しかし今回保存してあったスタップ幹細胞を第三者機関に解析を依頼した結果、なんと和歌山教授の研究室のマウス由来とは全く異なる遺伝子情報が出てきたんです。なので途中でマウスがすり替えられたということになるんですかね。和歌山教授はこのことをすぐに発表し、おぼかた氏がすり替えたのではと示唆するような形となるんですけど、なんと1ヶ月後にこの発表は誤りで、和歌山市と理研がこの解析が間違いであることを正式に認めたんです。そしてその後、今度はスタップ細胞が既存の ES 細胞だったのではないかという報道がされ、理研 OB の石川智久元上級研究員がおぼかた氏に窃盗容疑で告発状を提出します。その理由としては、おぼかたさんはスタップ論文が疑われた直後から実験室にあった細胞サンプルをこっそり処分し始めた。そして、おぼかた研究室から和歌山さんの研究室から紛失していた ES 細胞が見つかったことで、彼女が ES 細胞を和歌山教授の研究所から窃盗したと推定し、刑事告発に踏み切ったと。もうなんかすごい方向に転換していくよね。この ES 細胞については、和歌山研究室にいた留学生が作ったものだ。これは問題の発覚後、おぼかた氏の研究室が使う冷蔵庫から見つかったと報道がされ、和歌山県が理研から山梨大学に引っ越しした時に紛失が発覚したと説明がされます。要するに、おぼかた氏が留学生が作った ES 細胞を盗み出し、スタップ細胞に混入させたと示唆したんです。この報道は和歌山市の発言をもとにマスコミによってね、拡散されていくんですけど、これについて、 ES 細胞を紛失したのは2012年の12月以降のことで、スタップ細胞は2011年11月にキメラマウス作成が成功、2012年には実験がほぼ終了していたので、この ES 細胞は何もね関係ないことにおそらくなるんですね。またこの FES1 という ES 細胞を作成した研究員は、おぼかた氏が CDB 和歌山県に着任する1年前の10年3月に CDB 和歌山県から京都大学助教に転出していたため、おぼかた氏がそれを盗み出したというよりかは、作成した研究員が ES 細胞を置き忘れ、それが和歌山県からおぼかた県とそのまま引き継がれていたという状況も考えられるんです。まあ、とりあえずここまでの流れを見てみると、おぼかた氏が一人でマウスを盗み、すり替え、 ES 細胞を混入させ、論文の捏造や改ざんを行いといった単独犯に仕立て上げるようなストーリーを、この研究員の関係者とマスコミが行っていたんですね。もちろんこれにはね、証拠が全てないんです。もちろん他にも様々な可能性があります。そもそもこの論文はなんで再現性がねなかったのか、これについて、おぼかた氏のスタップ細胞の成功は自家傾向の減少を成功と間違えたのではないかという説があります。スタップ細胞の実験には、細胞に OCT4GFP が発現し、細胞が緑色に発光する。その細胞をマウスの背中に注射して、テラトーマと呼ばれる良性腫瘍ができる。このスタップ細胞を使って増殖性を持つスタップ幹細胞を作り、キメラマウスが作成できるという3つの段階の証明が必要なんですけど、このステップ1において、理研の再現実験では、彼女に擁護的であった丹羽仁志 CDB チームリーダーでさえ OCT4GFP 発現を確認することができなかったんです。その再現実験の際、22回実験して半数以下で細胞の塊らしきものが見えた。緑色の蛍光も出たが、波長を変えて観察すると赤色の光も発していたと丹羽氏は説明していて、これは細胞が死ぬ時に見られる自家蛍光に似た現象だということで、おぼかた氏が200回作成に成功したと言ったのは自家蛍光だったのではないかと推測したんです。ただこれに関して、おぼかた氏の研究には和歌山教授も論文の指導をして、笹井氏などの監修もあったため、
その分野のプロの人たちがね、全員現象を間違って解釈することってあり得るんでしょうかね。なんかこれについて詳しい人いたら教えてください。実はこのことに関して和歌山市、笹井市、庭市ら多くの研究者が細胞の緑色発光を確認し、それは自家蛍光とは全く違うものだと証言しているんです。そして ES 細胞では胎盤が形成されないため光らないんですけど、和歌山市や庭市もはっきりスタップ細胞を肺に注入した際、胎児だけでなく胎盤も光っていたということを証言しているんです。この事実はどこに消え去ってしまったんでしょうか。その疑惑自体が矛盾しているみたいな感じですかね。問いただしたものが黙り込んじゃうみたいな感じ。またおぼかたしは2016年に出版した書記あの日でこのようにも語っています。スタップ細胞は増殖能が低く、それがスタップ細胞の特徴の一つであり、和歌山先生も熟知していたはずである。もし私が ES 細胞をスタップ細胞と偽って渡していたのなら、もともと増殖している細胞が渡されていたことになり、和歌山先生が観察した増殖能の低いスタップ細胞からの無限増殖する幹細胞への変化は起こるはずがなく、気づかないはずはないのではないだろうか。この件で笹井さんが亡くなってしまったじゃないですか。その件についてね、ちょっと過激なパートはサロンの方で紹介するので、気になる方はチェックしてみてください。とね、すなわち、もし本当に最初から ES 細胞だったら、そもそも和歌山さんがそれに気づかないはずがないということなんですね。そして和歌山さんは当時、スタップ細胞をおぼかたさんとは別に独自で作成することができると発言していたんですね。この発言が掲載されたのが2014年2月のネイチャー誌のインタビューにて、そこで和歌山教授はこのようにインタビューで答えていました。私は自分自身で実験し確認しました。実験結果は絶対に正しいと確信していると。この自信がね、本当にどこに行っちゃったのかわかんないけど、まあ、陰謀業界ではもちろんね、スタップ細胞はあるという方向に傾いていますよね。ただ、実際再現実験は成功せず、残されたサンプルを複数の機関が解析しても、それらはすべて既存の万能細胞である ES 細胞、または ES 細胞と TS 細胞の組み合わせであったことが明らかになっています。2015年にはハーバード大学などが計133回の再現実験で全てスタップ細胞を作れなかったとの報告をネイチャー誌で発表しています。科学的に絶対に存在していないんです。なので陰謀論なんて言われても仕方がないですよね。じゃあ仮にこれが全て嘘だとするじゃないですか。なぜおぼかたしはスタップ細胞はありますと断言し、200回以上作成に成功していますなどとすぐにねバレるような嘘をつく必要があったのか。また研究を身近で見守っていた和歌山市、笹井市、庭市もなぜ彼女の嘘を見抜けなかったのか。そして全員なぜ一度は細胞の緑色発光を確認したとまで発言したのに、最終的にはおぼかたしの捏造かのように話が進んでいってしまったのか。全員それほどまでにスタップ細胞が存在してほしいと願っていたから盲目にねなってしまったのか。2016年にハーバード大学の関連団体がスタップ細胞の作成方法に関する特許出願をしているという報道が出ました。これについて陰謀論ではアメリカがねスタップ細胞を横取りしようとしてるみたいな陰謀論がね浮上しましたけど、そのアメリカの出願していた特許を見てみると、一つは拒絶審査がされているようで、ただ現在でも継続審査の状態のようですけど、ただもう一つはこの11-242-508という特許番号で2022年2月8日に申請が通っているようです。あれついこの前。この特許を詳しく見てみると、発明者のところがチャールズ・バカンティと小島浩二になっています。チャールズ・バカンティといえば、おぼかたちがハーバード大学に留学した際の研究室の室長で論文の制作メンバーでもありましたよね。小島浩二氏は生物学者で、チャールズ・バカンティ教授の下でおぼかたちの元指導教官であった人物のようです。ある記事ではこの特許で説明されている新実験の方は、生体ラットの脊髄ニューロンの損失後に脊髄ニューロンのスタップ幹細胞移植で機能回復できたらしいという解説がされていましたが、すいません、僕がねこれを見ても何のことなのかね全くわからないので、まあこういったね科学的なことに関して詳しい人がいたらぜひ教えてください。どうでしょう皆さん、このスタップ細胞事件の一連、ちょっとね深掘り形式で一連の流れを紹介してきましたけど、まあ当時ねあのニュースを追っていた人ならある程度ね知っていたかもしれないけど、結構初めてこういったことを知る人多かったんじゃないでしょうか。まあこれを知った上でどう思いますか、この事件やっぱ何か怪しいのか、スタップ細胞本当にあって意図的に消されたのか、それともシンプルに研究員たちのね連携ミスが起きて不正論文が起きてしまったのか、皆さんの意見ぜひ聞かせてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。